よう旦那、あんたも火事場泥棒ですかい。旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも。まあ何にせよここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああそういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、よそをあさってくだせよ。どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。きっとなあっしなら。こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。な、誰ですか。賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出もかなわなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。
何をしている？ああ、あなたですか。竜骸の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか。竜骸にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜骸にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。お前さんも来たのか。賑やかな子って。その忍び義手、ずいぶんと腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。
見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。え、旦那、覚えてねえんですか？へえ、なるほど、覚えてねえと、なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ、旦那。お代さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。持っている。え、それならば。そいつは残念。忍びねえんでこいつをおまけで差し上げやしょう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてくだせ。ご供養いかがかね。供養。さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。
その任務、この辺りで使うでないぞ。カラスどもがビビっちまう。奴らいかに賢くとも、鳥獣には違いないからの。ひどいことはせぬものじゃ。A lot of great.